新ドラマ、くるりから誰が私と恋をした？から、いよいよスタート。モデル、タレント、女優として活躍するめるること温水愛竜が4月8日に自身のインスタグラムを更新した。自身が主演を務める TBS 系火曜ドラマ、くるりから誰が私と恋をした？から、がいよい明日スタートする、この日の投稿では、いよいよだから、皆さん明日は一緒にリアタイしましょうと、綴り防寒着を着用した自身のショットを披露した。この投稿には、必ず見る。簡単ふ。楽しみにしています。かわいい。もちろん、リアタイするから、いよいよだね、から、ドキドキついにドラマ始まるねから楽しみ、などドラマを楽しみにするファンからのコメントが多く寄せられていた。くるりから誰が私と恋をした？からは、ある事故で記憶喪失になった主人公尾形真琴が、手元に残された男性用の指輪を手がかりに恋の相手と本当の自分を探していくラブコメミステリー。記憶を失くし困惑する真琴の前に、指輪がピタリとはまる年齢もタイプも異なる3人の男性が現れることで、謎が謎を呼ぶ恋の四角関係が幕を開ける。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。